少し話していこうぜ。少し話していかないか。
よ。
야. 少し話していこうぜ。やあ、ゆい、散歩かい？はい、プレイヤーの皆さんの一押しスポットや今注目の装備品について情報収集をしていました。なかなか忙しそうだな、ユイの散歩は。もっとそれっぽいことをしてみたらどうだ？今日の気象条件は最高なんだし、公園の芝生に寝転んでぼーっとするとか。それでこの間本当に寝てしまってログアウトしちゃったじゃないですか。起きた時びっくりしたよ。公園にいたはずなのに目が覚めたらリアルの自分の部屋だったからさ。あ、アルゴさんです。向こうから走ってきますよ。よう、アルゴ、どうしたんだ、そんなに慌てて。クエストを受けてみたら、俺っちに小動物が。小動物？
き上がった。わあ、小犬さんです。そいつをどうにかしてくれ。どうにかって、普通に可愛い子犬じゃないか。普通に可愛くない。後であーちゃんの3サイズでも、最近よく装備している下着の色でも教えるから、とにかくなんとかしてくれ。分かったから。って、そんな情報まで持ってるのか。私に任せてください。子犬さん、こっちにおいで。アルゴの犬嫌いは相変わらずだな。くすぐったいですよ。なんで俺っちはこんなクエストを受けちまったんだ。こんなに可愛いですよ。近づけなくていい。可愛いのは分かった。クエストを受けたら、この犬がついてくるようになったのか？ああ、村で獣らしき姿を見たっていう NPC がいて、話を進めてみたら、こいつがすっ飛んできたんだ。村で獣と来れば、作物を食い荒らすイノシシとかが定番だろう。アルゴにとってはどんな獣よりも強敵だな。このクエストの内容ってどういったものなんですか？ちょっと待ってくれ。なんせ急に追いかけ回されたから、クリア条件も何も調べてないんだ。迷い犬の保護、食材アイテムを一定数与える。
つまり育成しろってことか。ノリに決まってるだろ。俺に怒るなよ。そんなに嫌ならなんでクエストを破棄しないんだ。そうだな、いろいろ急展開があって完全に頭から抜けてた。するんですか？おい、犬ころはともかく、ゆいちゃんまでそんな目で見ないでくれよ。ユイはすっかりその犬が気に入っちゃったみたいだな。とってもお利口ですよ。噛んだりなんかしません。どうにかできないかな、アルゴ。ならお前が代わりにクエストを受ければいいだろ。そうすれば万事解決じゃないか。クエスト破棄した段階でどこかに行ってしまうだろうな。クエストクリアに協力するよ。だからアルゴ、
一緒に進めないか。俺っちだってクエストの情報は知りたいけど。二人ともちゃんとそいつの面倒を最後まで見てくれるんだろうな。はい、ちゃんとお散歩もします。近づいて来ようとした時、ちゃんと止めてくれるか？ああ、アルゴを守ってやるよ。それじゃあこのクエストのクリアを目指すことにする。ああ、アルゴさん、ありがとうございます。こっちに来ないでくれ。ありがとうな、アルゴ。まあ、情報が欲しいのは嘘じゃないしな。ワン吉？もう名前をつけたのか。ユイ、嬉しそうだな。いいと思うのか全然わからないぞ。聞こえたのか。こっち来るな。ワン吉、アルゴさんに優しくしないとダメですよ。
クエスト終わらせないと俺っちの身が危険だ。